人生でこんなに一日を全力で生きることないからね、本当に素晴らしいと思う、筋トレ、こういう減量って、減量にこそなんか筋トレの真髄ってありますよね。なんかさ、もう楽しいじゃん、普通にさ筋トレして飯食って、うわーこれ筋肉つくみたいな、焼肉行ったりとか、普通の生活って、それとは別次元の世界だよね、この減量大会っていうのは。明日はちょっとね、知り合いのところ行って、カットハイパーナイフじゃないか、なんかそういうカット出しみたいのがあるらしいんで、それをねちょっと初めてやるんですけど、やってみたいなと思って、一回やってみたいと思います。よければね、大会前にやろうかなっていう感じでございますね。今回なんかやることいろいろあるんですけど、なんかもうやれること全部やっちゃおうかなっていう、どこまでいけんだろうっていう。まあ次出るの、まあ、数年後とかだからさ、多分来年は絶対出ないと思う。とか言って出ちゃうのかな、やだな、まあ、出ないと思うから、まあ、本当やるべきこと全部やろうかなみたいな。今日腕トレなんだけど何も説明してないの、なんかまあいいか、まあ、パンパンに張りました、とりあえず半端じゃなく張りました。でこの腕トレやった後にレッグプレス5セット足トレやって、バイク40分こいで今でございます。あとは飯食って寝るだけ。それをあと、まあ、10日間、ちょっと長い長い10日間頑張ります。応援よろしくお願いします。筋トレを知ってる勢以外も、そのエイミさんのその何優勝することによってそれが叶うか叶わないかっていう、その筋トレを知らないジャンルの人たちも注目し始めたから、これはチャンスだと思う。いい物語描けそうです。しても、まあフィクションじゃないんだよね、本気でやんないと。その期待がね、うわ全然ダメだったじゃんみたいななったら、一番俺自身が悔しいんで、まあやることやって、ほんと全力で今。やっぱね、残り2週間ってほんときついっすね。やっぱいろいろ言うけどさ、みんな残り2週間がめっちゃ長いって。ほんと長いね、マジで。残り2週間で食えるっていう射程圏内に入るとめっちゃきつくなりますね。うん、だけど本当に今日という日をやるべきことをただ淡々とこなしていく、もうそれしかないですよね。今日も本当にオフ取ろうかなとかって思ったんですけど、いやまだ早いと。そしてやりきりました、今日も。本当ね、今日は自分を褒めたいという感じですよね。でもみんなそういう気持ちでやってるから、減量、まあ少しでもモチベになったり希望になったりしたら嬉しいなという感じでございます。でもやっぱ嬉しいですね。でもコメントとかでもさ、ほぼ 95% ぐらい応援のコメントでさ、なんかすげえ嬉しい、マジで。ただ減量中はなんかそういうのが目に留まるっていうだけでありがたいですね。本当にいろんな人にさ見られて、見られる環境で、そしていろんな人が注目応援してくれて、ああでもないこうでもないって予想したり、最高ですねマジで。それはまあその人たちの期待してくれてんのかなに、まあ、応えられるように、まあ俺は自身が満足するようにね、やるだけっすね。